いかがですか。女による女のための女のほぼ6分、司会のライチさんです。ライチです。ヤミーです。ヤミちゃん、今日はピンクです。なんかいきなりキャラ変わったねやっぱり被り物が変わると心も神経つけるんだけど、そうなの、いつもより喋ってるよね今日の進行はヤミちゃんいたのかな。皆さんご覧ください、この T シャツ、アタッキ T シャツです。やばい、かわいいぞ。かわいいかも。よくね、私たちのサイズありましたね。ねえ、これ何 L ですか。もう言っちゃダメですね。4XL です。でかっ、ちょっと待って、私 3XL だよ。本当に、おかしいな。おかしいな。実際私の方がでかいけど、多分、ヤミちゃんの方がちょっとお胸が出たかもしれない。かな、まあ、というわけで、今日は、はい、なんでこんないつもと違うスタジオを飛び出して車でやってるかっていうと、なんと、新アタッキが今日あるわけですよ。でそれで、私たちはね、これからこのほぼ6号と称したこの車に乗りましてですね、はい、いろんなところにね、これからアタッキしにね行きます。そう、宣言とかもいろいろ解除になったからね。でも気をつけながらね、密にならないようにって言っている状態ですけれどもね、はい、はい、というわけで今日のアタッキですが、はい、題してうるわしのイケメン美女、元 V リーガー滝沢奈良さん直伝トレーニングにアタッキというわけでですね、今回私たちをねビシバシと鍛えてくださる、はい、滝沢奈々さんのことをちょっとヤミちゃん教えてほしいんだけれども、はい、はい、滝沢奈々さんはですね、八王子実践中学高校のバレーボール部を得まして、はい、V リーガーバレーボールですね、はい、プロアスリートとしてご活躍されまして、うん、現在はパーソンズトレーニングサロンのオーナーをしていらっしゃいます。なるほど。そこにアタッキしに行ってまいります。すごいね、元プロじゃん、はい、ね、経歴も素敵ですけれども、私知ってますよ、あの滝沢さんお綺麗なんですよね。うるわしすぎちゃうよね、はい、美人すぎるバレーボールプレイヤーだ そうだねっていうやっぱ言われたのありましたよね、はい、さっきのタイトルにあったけど、はい、綺麗だし、すごいかっこいいし、うん、それも私はまずもう楽しみなんですけど、あの早速私たちビシバシと絞られに行ってまいります。行っていきます。プロの方いらっしゃった。プロの方いらっしゃった。プロの方いらっしゃった。はい。今日、愛し込んで、愛し込んでる。定番ですね。お約束。お約束です。ダメですよ。そして柔軟。はい。これもね、まあ、ちゃんとね、柔軟から始めるってのでかいですよ。そうですね。見てくださいよ。もう毎回そうなる。毎回この話になるけど、ね、はい、はい、硬い。硬い。でもね、90度開かないみたいな。硬いっていうよりも、お腹がつかえるんだよ。疲れていかないんですよ、うん、どことかどことかも、まあ、なんつっちゃった私もね、どっかどんとかシャチじゃないこれシャチよこれ黒白のなんとかシーパラダイスよ、ほんとだからさ、一生懸命開いてるつもりなんだけどさ、うん、開いてるように見えない、はい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 、出ました、出ました、海の生物が打ち上がっちゃってる、やばいよ、はい、打ち上がっちゃった、あざらしとせちょっと待って、ナナエさんさ、ナナエトレーナーさ、私につまずかなかった今ちょっとお願いしますよ、本当にトレーニングしてるんだか何をしてるんだかですよね。もうなんか、座ってないじゃない、私、何やってんのあれ、壁打ち際で、はい、一応伸ばしてたね、伸ばすの一応ですよ、残念なことに。でこれとかもね、みんなね、硬いよねとかって言うけども、ね、あ、来てました、足にボールを挟んで、はい、これで腹筋でしたよね。そうですね、このまま足を上げろって言われた時には、うん、ちょっと、何を言ってるのもわからないみたいな感じだった。背筋、お尻の筋肉、そう、うん、よくさ、ヤミちゃん結構すぐパッと上がったから、いや、ここまではね、すごいなと思って、ここまではから先のお尻を上げるっていうところがもう厳しかった。私全然足がまず上に上がんなかったもんね。どうやったらこうなんか私のこう何かが上がりますか。足の自重的な。そう。重力っていうのは強いわね。いやだってさ、あ、頑張ってるよほら。我々にしては頑張ってるし。頑張ってるよ。いや
だってさ、私たち筋力がさ別にそこまでさ、うん、まあ、やあのヤミーちゃんは結構筋肉あると思うけど、私は普通に一般の人とあんまり、うん、いやだったいやだったいやだったっていうか、七重さんのフォームが綺麗ですね。七重さんのフォーム綺麗だわ本当。いや同じことをやってるつもりです私も同じ生き物に違い、うん、はいはい、さあ、はい、こっからはねステップ台とか、はい、そういうものをこう利用してやってますが、シャチがエンヤーちょっとエンヤーと全部これですね、はい、さあ私もラッチもエンヤーちょっとエンヤーちょっと怪獣系乗ってみたいなこれ今ね本当にもうねこのね数十20センチぐらい、ね、そんなないのか十何センチのねもうあもうほらもう笑うしかないライチもうちゃんと汗かいてますよねえあなたもマスクして違うわマスク違うマスクだわねマスク違いだわ、はい、いやーとってもと思ってますね。いやーこれねそうそう正面からですよね。ほんとすごいなんかプロの団体の方だよね強そうに見える強そうだもんめっちゃこれ見かけ直しこれを見たさなんか団体の皆さんはさほらスカウトとかに来たらいいんじゃないと思うのよみちゃんのことね森なんか私もついてくるそうね、私たちのこの絵面って本当にレスラーよね。そう、なんか今日は和服じゃないし、和服じゃないからね。今日はアタッキーだ、私たちアタッキーだから、ほら。これ何やってんだっけ？え、そうだ。ベンチプレスでしょ？ベンチプレスに寝転がれないよね。そう、ベンチプレスのベンチに寝転がれないっていうか、もうそもそも腰が痛いっていうね。いや、あのね、ベンチプレスのベンチ細いからね、私たちにしたらね、肉がはみ出すぎて怖いんですよ。そうなんですよ、乗っかるのは背骨だけみたいな。そうでも だから鍛えられるんだよねあれね体幹がそうそうそう。なるほど、すごいね、もう丁寧に。そうですね、なんかでもね、あの、はい、そう指導していただいてるんですよ。でも手っぺこぺしてますねいや、ほんときつかった。そうで、同じあのこのダンベルを使ってライチはやってるんだけどいやー、ヤミちゃんすごいなと思った。だってもうね、この開いたところから上がってこないんだよね。もうここが引っかかって、もうどうしようみたいな。一緒に上げてくれるんだけどさ、なんかもうどうしよう。笑ってるやん、もう。七重さん笑っとるやんっていうね。っていうかこれ、編集の人、早巻きにすんのやめて。おかしすぎるから。もう起き上がるね。ほら、手伝った。いやーだった。お疲れ様でした。終了ですね。もう痛い。いやちょっと痛い。やばい。体が硬かった。やった。もうそこが難点だったね。もうそこから進むのかっていうことで胸の背を非常に悩ませた、はい、今日私どもでございますが、一言が本当に皆さんどうコメントしろってんだよこれですかね。心の声が聞こえてきて、はい、最初ちょっとほぐしましょうって言った時点で。絶望的だったんですけど絶望的だったんですけど、なんとか怪我なく追われてよかったなっていうのが一番の感想でございます。ありがとうございます。はい、私のスキルももっと上がるようにちょっと二度と来るなよ素敵なサロンの雰囲気とこのレスラーみたいな感じが合わないしね急にね、某団体の皆さんみたいな感じになってます素敵な方々が来るジムでございますからね、私たちは普段毎日来てねでもまた来ちゃうかもっていうね、ありがとうございました。本当に頑張ってくれてありがとうございました。ありがとうございます。続きが出るまですごく大ホップさんまた来るのかねすいません、また来ます、ね、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで私たち頑張った頑張りましたねどうでしたかみーちゃん。いや最初さ、うん、まなえさんも私たちここまで大きいと思ってなかったらしいんですよなので普通やるメニューっていうのがなかなか私たちにはできなかったんで、うん、急遽個々に合わせてメニューを組み直してくださったんですよね。そうですね、ありがたいですね。本当ありがとうございます。ありがとうございます。まなえさんのやってらっしゃるパーソンズトレーニングサロンにご興味のある方は概要欄の方にね URL を貼っておきますのでぜひチェックしてみてください、はい、そして私たちのですね SNS インスタグラムですとかツイッターですとか、うん、そういったところの URL も貼ってありますので、はい、ご確認のほどよろしくお願いします。ぜひぜひ結構ねインスタとか更新してるんですね。そうなんですよ、
撮影の舞台裏を、うん、そうあと、はい、食べてるご飯とかも実はちょっとそうですね、そうですので、ぜひチェックしてみてください。はい、ライツさんの可愛い猫ちゃんも、そうそう、たまにマスコット出てくるナナギがちょこちょこ出てますんで、はい、ぜひチェックしてください。チェックしてください。というわけで次回もまた動画でお会いしましょう。ではさよなら。さよなら。いくでー。